の麻雀ロワイヤルリターンズ、よいしょ、いやちょっといつもより時間が遅くないですか、これ始めるの。あれなんかちょっとね、そろそろお腹減ってくるぐらいの勢い、ね、あれ誰が遅れたんだよ、おい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 、寝る子は育つなんかね、昨日の夜、はい、全然別件でうちに電話かかってきて、はい、ちょっと喋ったの、本当 2,3 分なんですけど、はい、その時なんかね、浮き足立ってたんですよ、微妙に、うん、なんかあるなと思ったら案の定遅れましてね、これね初めてですよ。あ、そうです、ね、この番組の収録始まって以来、はい、そうですね、通算で言うと53回目ぐらいですか。うっせえよ。とりあえずあの前回の振り返りからいきたいんですけど、はい、前回第3回は、クリさんが優勝ということで、もうクリアンがそれダジャレですか今。気持ち悪い。なんとね、びっくりしましたけれど、完全優勝ですよね。完全優勝。そして2位が、アシキプロということで ね、セクハラ攻撃にも負けず、負けず、僕の同期でございます。3位が俺なんですけど、あ、おかしいですね。プロ2人いたはずなんですけどね。確かね。アシキさん、アシキ、僕の同期と、うん、あと沖光っていうはいるんですけど、C2 リーガーがね。うん、何位だったんですかその人。1位ですね、ある意味。ああ、そうですね、ある意味下から数えて最下位です。まさかの前回ね、前回優勝したら今度はなんとビリという。あれ昇格してするぐらいですか。昇格する前です。昇級する前です。昇級する前ですか。で今どうなんですか調子は。マイナス70ポイント現在32人中22位ということで、後戻りもあるでしょこれ。いや、ありますよ。全然ガチであるよ。笑え、何にも笑えない。何にも笑えないよ、マジで。あの時、はい、俺このままいけてトントン行くな、分かってんだよ俺って言ってましたよね。まあ連続昇級だと思ってますね。今も思ってますけどね。思ってんすか。可能性あるんすか。可能性は全然あります。ただ、はい、上がるか下がるかっつったら、まあ下がる方が可能性は今は小あの高級ボーダーですって。やばい、もういいじゃん、やばい、永遠の C3 とかっていうのもちょっとね、思ってますけど、やっぱ思っちゃってんだ。うるせえよ。プロになったからにはね、もうちょっと上には行きたいってガチで思ってます。ちょっとね、ガチで叱られてるんですよ実は。こうやって笑ってますけど、はい、お前いい加減しろよと。ちょっと落ちそうだって言ったら、お前ほんといい加減しろよって言われてますんで。だから俺 C2 に上がった時、おめでとうなんて一言も言わない。一言も言ってない。そう、そうなんですよ。そうなんですよ。さすがだなと思って。まあ遅刻してたら話しない。本当に。というわけでですね、はい、その前回再会だった沖さんの方から、本の方をね、5冊プレゼントをいただきました。そうなんですよ。これ持ってきましたよ、はい、今日。売れ残りでしょこれ。売れ残りじゃねえわ。これ100冊自分で買ったんだよ。あら、そのうち5冊、はい、これ1冊いくらだと思う。そうでしょ、2500円近くすんだよ。100冊で25万くらいこれ自腹っすよ。で、それをあの売ってるじゃなくて、あげてんすよみんなに。あ、うちにも届きました。あれでしょ、ありがとうございます。で、今回これ署名をね、これちゃんとこう負けましたって入ってるよ。負けましたっていう書くしかないじゃないですか。これを5名様、はい、プレゼントということで、はい、はい、ありがとうございます、はい。そしてですね、はい、少し前なんですけど、第2回大会の時に八百屋こかつさんから帽子のプレゼントが、そうだ、モロゲンと対決して負けたらっていうことですよね。あの9回戦だけ1回勝負でということで、すごく多くの、応募をいただきまして、なんと、はい、4名から。おー、はい、すげえ、4名も、はい、レジェ、その4名、はい、少なくないですか。あ、多分嫁、娘、娘、おばあちゃん。全身内。身内、身内だね。一神党だ、いわゆる。その4分の1の壁をクリアして、当選いただきましたのは、はい、宮城県のお住まいの高橋さんです。おめでとうございます。おめでとうございます。はい、多分臭いですけどね、その帽子。ヨミックスみたいな、もう安いやつでしょ。臭い帽子ですけど、安いやつ。その臭いやつが間もなく届くと思いますので、お楽しみにということですね。スタンツボかなんかですよ、はい、うるせえわ。汚えわ、朝からまだうるさいわ。まあ奥さんの方には何名のご応募があるんでしょうかと。そうだよね、
5冊だからね、これ、まあ、4読みました、高橋さん。僕読みました。本当ですか。でもあの半分ぐらい近代麻雀のようだなってみたいな。そうそうそう、近代麻雀の連載はね。そうそうそう、だからそう、僕は読んでないところがすごい楽しみでした。楽しかったです。俺はまあパラッと読んでねえなら読んでねえって言えよでも愛しんは大絶賛しましたね、あのゲストで聞いた伊藤真一さんね、はいはいはい、面白いってね、って来た時にそうじゃないですか。僕のこと好きな人は本当センスがいい人なんでねいや本当そう思いますよ。沖さん沖さんって来てくれる人は多分このパチンコパチスローのライターさん好きな中では一番センスがいい。大体でかいのなんかぶっさいかな。沖さん沖さん、そんなことねえよ。タバコ持ってきましたそんなことねえよないっつーの。すぐ分かりますよ。でかい、きったねー、きったねー、大体、あー、おっさん、おっさんでしょ。俺めちゃめちゃモテるんだよ、こう見えて。きったねーのでしょ。汚いの強調しますね。ないっすよ、ね、さあ、というわけで、そろそろゲストの方にをご紹介させていただきたいと思います。今回やばいっすね。ちょっと足で行きましょうよ、またまず足から。これ右から行くと、まあ、スーツっぽいの、あれ、なんか仁義なき戦い的なね、これ若干膝出てますね。あ、膝、あ、本当だ。やっぱ座りすぎっすね。ちょっと座りすぎ黒だね。黒のスーツは膝を見てる。膝が出てるんすよ。膝を出てるの。あ、そうなんですよ。座ってずっと打つのが仕事だからね。なるほど、なるほど。そして真ん中のこれ、なんだろうこれ。まあ、10代じゃないですか。あ、あの足は。あの足とあの雰囲気は10代ですよね。18区。バカか少女かどっちかっすね。確かにね。一番向こう、あれ、あれ足綺麗ですね。どうした？大人の女性。あら、これは美女。めっちゃ足首細いですよ。絶世の美女。どうしたあれ。僕もびっくりした。初めて知った俺。うるせえよ。何で興奮してんだよ。いつも上見ちゃってるから。あんな下見たじゃないですか。見てわーって思ってたら、うわ下めっちゃ綺麗じゃないですかあれ。うるんだ、興奮しておりますけど。さあ、それでは今回のゲスト3名様、はい、どうぞ。どうぞよ。イエーイ、こんにちは。お一人ずつご紹介させていただきます。自己紹介の方よろしくお願いします。はい、はい、あれカメラはどちらで。こちらに。あ、すいません、はい、おはようございます。おはようございますじゃないか。すいません、緊張してる。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 これマイクがさ、どこ耳で喋って。耳の形がおかしい。ちゃんとこうなんかつけてください。ちょっと何をやってんの。合ってますかこれで。せめてこれぐらい。はい、これ大丈夫ですか。簡単に。はい、簡単に。最高位戦日本プロ麻雀協会所属、現在最高位ですね、39期最高位の村上純と申します。よろしくお願いします。いやいや村上先輩、結婚式でもう絶対スピーチな苦手な先輩みたいなもう不安だらけみたいな感じでしたよ。間違いないです。ねえ、もう来てくれましたね。だってこんな番組すげえ慣れてるじゃないですか。昨日もクラシックの解説。解説とか麻雀の話だったらもう何でも出てくるんですけど、はい、まあ、いきなりこういう場でこうなんかね、おーってなると、しかもなんか最初のやり取り見てたら面白いこと言わなきゃいけないのかなとか。ハードルが上がっちゃったんですよ。タイトルホルダー、しかも麻雀界の顔と言っても過言ではない。まあそうですね、最高位に来ていただく、ついにこの番組もこんな風になりました。ここまで来ました。まさか来ていただけるとは思わなかった、ね、お前ら勘違いすんなよ。お前俳優のパクリじゃねえんだよ。村上村上さんが有名だから、ね、有名だよ。冗談じゃねえよ。ねえ、いろんな人として昔はそうだよ。村淳のは有名だったよ。村淳ってなんでお前これなんだよ。みんな持ちますよ。それはうるせえよ。おめえ大丈夫か今日なんか飛ばしすぎだよ。飛ばしすぎだよあんた。大丈夫。そうだよね。そうだよね。それがもう見えてたんだよね。え、もう完全に同じ団体のもう頂点、頂点ですよね。もうカスっすよ、ね、もうヒエラルキーの、本当にヒエラルキーの一番上なんですよ、今の39期の。だからサウザーなんですよね。サウザー、あの、やるしもしもってことだよ。うるせえわ、うるせえわ。俺 C2 リーガーだぞ今。 C2スリーから。村上さんがいて、うん、で A があるわけですよね。 A があるよね。で B1 B1 B2 C1 C2 で
これ石じゃない石でしょこれ確かに、確かに奴隷だよね聖帝の、聖帝のしかも、俺この番組が配信終わる頃には、うん、C3 に戻る可能性すらありますんでねまあでも大丈夫だと思いますがもう、どうでもいいっすよ最高っすよ僕のだから夢、夢がここにあるって感じです、ね、何年後には村上さんと同じ土俵で戦えるのかって話ですよ、うんまあ正直15年後を目指してます、ね、長っいやいや長くない長くない15年普通死んでますわいやいやなことない60歳61歳とりあえずその髪は抜けてますねいやいやなことないこう見えてすごいしっかりしてるから多分この辺だけ残してラーメンマンみたいになってますというわけで村上先輩、はいこのメンツで戦うわけですが、はい、現最高位としては負けられないっすよね。そうですね。プレッシャー半端ないっすよ、ね。半端ないっすよね。半端ないっすよね。まあ一応300人いるぐらいの中の頂点なんで、背負って、あ、300人入ってました。ひでえ。かます。かます。かます。ちょっとそう。わかりました、ね。プレッシャーすごいっす。C2 リーガーのね本気をで、あ、お見せましょう。お引きだもんね。じゃねえわ。なことねえわ。頑張ります。はい、お互い頑張ります。はい。よろしくお願いします。よろしくお願いします。なんそれ。なんだそれ。頑張ってください、はいはい、お願いします、はい、続きましてみそじ人妻アイドル加藤沙耶香ですよろしくお願いします、10代じゃなくてごめんなさいねえよく見たら30です加藤沙耶香じゃん普通の加藤沙耶香だって、普通の加藤沙耶香でもね俺実は知らなかったんですよはいアイドリング1号なんですよ遅くないですか遅いもう2年ぐらいこう密に付き合わせてもらって、はい、1号って知ってた1号だって本当そうですすごくないすいませんありがとうございますそうなんですよよくねこんな普通に喋ってたなと思って加藤沙耶香は麻雀、はい、結構されてたというそうなんですアイドリングでもともと習ってでアイドリングの中の麻雀女王になって麻雀女王そうなんですよでもアイドリングないだけなんですけどねはいはいそう麻雀女王になってその後に麻雀番組出させてもらってそれ以降はずっとやる相手一緒にやってくれる相手がいなくてゲームばっかりです あゲーム奥さん正直に言いましょうか、はいはい、正直奥さんより格上です違うだってあ本当ジャンリューモンの CM ですからあそうだねジャンリューモンうち来たんですからそうそっかうちでもう CM 撮影させてくださいって言って、うん、アイドル一人組んでっつって、うん、加藤が来てうちのリビングにいや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 タバコ吸うんだそうそう選手でこうやってやってましたけどおしゃれなお家でねじゃあ麻雀は結構ねあの好きなんですすごく打つのが好きでもともとそのやってる時とか一人で全部じゃんあの麻雀開いて一人で 4人やうそやってたんですおつまみだすっげえこれ かわいそうな人人生ゲームを一人でやっちゃったああそっち系なのそっち系なの言ってたじゃないですか部屋行った時ほら一人で黒ひげも一人でああやってるっつってたそうテーブルゲームも一人でやってるそうだから麻雀も一人でこうやってもう4人入ってるんですよ、うん、だからもう打ってああこれああこれなーってマジでずっと全部人格変えてやったりとかそうでやってる、もう中学の時やってたあ仲間仲間難しいねいややっぱ麻雀好きな人ってそういうのそうなんですよ、ね、村上先輩もやってたでしょで僕はねまあでも並べるのはパイフを見ながら4人分並べるとかまあだから沖本俊とかもやってるじゃないですか、はいはいはい、1人でこう4人並べて、はい、ただいちいちこうやってうんーとか言われてたんですけどやらないですね詳しいですねそうぐらいだから好きは好きなんですけどまあどういう風かは微妙ですこれお楽しみですねある意味5名中トップ取ったらはい商品ですよほぼ商品えそれはお金ですか物ですほぼお金商品券おお3万円分の商品がもらえるんですその場でだから売ったらすぐっすよいやいやほんと金券ショップ金券ショップで行って大国屋行ったらそう2万9000円ぐらいなんじゃないかな9.5 掛けぐらいになるんでいやいやほんとよ全然違法でもなんでもなくじゃあ頑張ります頑張ってくださいねはい、はい、お願いしますお願いします4人この4人じゃないそうですね、はいこの4人で頑張っていこうということでね、はい、
ジジその足出てきた見せてるねまさか足を褒めてもらえるとは思わなかったんですごいっすよ、ね、いや俺ちょっと最近見ないの一番綺麗ですね本当ですかだからもう顔隠せえなことはないですよ顔もすごく可愛いじゃないですかというわけで5人目は5人目は奈良ジュリアセンタルカですよろしくお願いしますお願いしますもう早口すぎて何言ってるか分かんないんでもうどこでも言ってんでしょそれ多分どこでも言ってますそうっすよねもうちょっと長いバージョンもあるんですけど見たい幻のコメディアン千田光男の娘那覇那覇ジュニア千田るかですよろしくお願いしますほらやっぱ早いですね早いんだよね早いですよね、うん、ちなみに千田さんは、はい、おマージャンの方はおマージャン大好きなんですが、はい、友達としかやったことないので、うん、点数とかも分かる方に任せちゃうですよね、うん、で両手使いだったんですよ、はい、一回ジャンソーでレオコポンと一緒だったんですよレオコポンだってましたこうなんかこうやってこうやってだそれだけはなるべくやめてくださいっていうのをこのオファーの時に言ってしたらもうね直してきたんですよね完璧に期待できますね本当ですか壁打ちだったのも全部直した壁打ちって何ですか壁にぴったりくっつけて手元にくっつけて全くマンズとか見えないみたいなそういうのいいんじゃないですか両手使ったって壁打ちしたって最下位になんなきゃねすごいですよね前回ちょっとラスだったんでこれはもう僕は身に染みてちょっと今ドーンドーンってグザッときましたそうもうグザッときてます前回ちょっと言い過ぎたもうラスなんか取られんから俺は言っちゃいましたけどはい、よろしくお願いいたしますお願いします、はい、では、ルールの方を説明させていただきますトンプ戦10回戦のトータルポイント勝負ありありルールで各種に赤ドラが1枚入っておりまして、親は上がり時のみ継続の、まあ、上がりレンチャン上がりレンチャン、ね、これがミソですよ、はい上がりレンちゃんですよ。そうですね。そして、いつもの最下位に払っていただくお昼のご飯代なんですが、今回は最高級のものをご用意させていただきました。よっ値段も当然過去最高となっておりまして、さあ、ジョジョ園の超カルビ弁当、1人前3500円、6人分で2万1000円でございます。ようやくジョジョ弁が。はい、はい、というわけで長かったオープニングをそろそろ締めたいんですがどうやっていきましょうかねどうしましょういつものやるいつものやつですかいつものおいそれじゃないいつものじゃあ、ちょっとやってみる何をやるじゃあ、教えてよまあ、いいですかはい、お願いしますこうですはいで、実は縦です縦、あ、間違ってですね、みんなこうじゃないんですはい、実は縦でしたそうなんです千田光男ゲームとか違いますよねね、千田光男千田光男もう閉めます、もう閉めますはい、はい千田光男ゲーム閉めますよそれではスタートします頑張るぞ那覇那覇スタートです那覇ありがとうございますありがとうございます過去最高に長いオープニングもう汗が止まらない暑い楽しい手が汗がすごい第4回大木と魚拓の麻雀ロワイヤルリターンズ1回戦が始まりますよよそれではあなはなはしというわけで1回戦の出場メンバーの皆さんに対局への意気込みを伺ってみたいと思いますまずはちーちゃんの村上プロはい今日ここでですね最下位を取ったらどこ見てんのまあ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 麻雀しかもできないですねはい今日ここで最下位取っちゃったら、はい、もうモンドハイとか出してもらえなくなっちゃうかもしれないもう本当にね勝つしかないですね。ただ今回は普段の対局と違って、はい、喋りがいっぱい出てくると思うんですけど、はい、そこら辺はどうなんですか。大丈夫ですか。まあ普段はね喋りながらとかも全然打つんで、はいはい、ただパイのことを言われちゃうとちょっと気まずいですね。なんかそっちはないと思います。そうそう、あいい牌が来たとか、まだいいシャンテンだとかは喋っちゃっていいんですか。いやダメです。そういうのはダメなしで、はい、あよかった、ね。はい、じゃあよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい。そしてなんちゃの加藤沙耶さん。はい。頑張ります。よろしくお願いします。ピンチになっても可愛い顔で切り抜きます。殴っていきますよ。どうした。どうした今日みんな。いやでも。強豪3人ですよいやそうなんですだからすごく緊張してるんですけど、はいまあ、ビギナーズラック的な感じで頑張ろうかなはい高い上がりいっぱい期待しますんではい頑張りますよろしくお願いします応援しててください
そして、シャーチャーの沖さん。おはようございます。はい、どうも。はい、いやさあ前回の再会から、そうなんすよ、今回はねリベンジの対局となるわけなんですが、ちょっとねだんだん上向きになってきてまして、はい、この1ヶ月ぐらいですかようやくスランプ抜けたかなという感じですんで、ここはまあトップうんぬんよりも、はい、こう普通に平常心で打てる麻雀を目指すと。村上さんと打つのは本当ほぼ初めてですね。なるほど。ちょっとだけフリージャンソーで打ったことあるんですけど、もうちゃんと打つのは初めてなんで、はい、ここでもし最高位を、僕結構あのタイトルホルダーキラーなんで、これまで他の番組でいろんな人より上に行ってますんで、ね、はい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 、今回も期待していただいていいんじゃないかと思います。はい、はい、よろしくお願いします。そしてベーチャの魚拓さん、久しぶりに優勝したいですね。ああ、そうですかね。あのか優勝しないと俺ロワイヤルあんま見ないんで、リピート放送しないんで俺自宅でね、はいはいはい、1回は必ず見るんですけど、はいはい、優勝したのがもう多分2000回ぐらい見てる、ね、見すぎでしょ。なんで今回久しぶりに優勝を意識して頑張りたいと思います。はい、期待しております。はい、それでは東杯のスタートです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、そして、実況席には、千田さんにお越しいただきました。はい、よろしくお願いします。こういう番組のね、実況席というか、ね、来られるのも、まあ、もちろん初めてですね。初めてです。もう、はい、さっき写真撮りました。あ、この画面で全部見れてるっていうのが。そうですよね、うん、でもあの人の見るの好きなんですよ。あ、それは楽しみ。結構後ろで見てるので。でも同時にっていうのは初めてです。そうですよね。あ、村上プロがねハイパイでダブトンと虎の3万がドイツですよ。村上プロあんまり泣かないタイプなんですけど、まあ、これはねトンが出てきたらすぐ泣きそうですよね。親マンの、ね、形。お、ちょっと勝敗しちゃいますね。緊張してる。はい。はい、いやめっちゃ緊張しますねこれ。最初は緊張しますよね。これがねいつ出るかこのトンが。そうですね。お、まあ、これはちゃんたなんか見た感じですかね。魚拓さんは。お、ハイパーいいですよこれ。789の3色を見えるとこなんですけど、これ1段目難しいですよね。早くやんない。皆さん初めから結構いいんですね。いいですね。引きがいいんですねやっぱり。なんかこう、ただね、音がほんの少しだけ BGM 的な。いや違う違う、千田さんのあれが。私の声ですか。聞こえます。何も聞こえないな。今は聞こえない。お、そしてペン3ピン、カンウーピン引いてペン3ピンですよ。いつもしてますねこれ。コキさんがあんまり良くないんですよこれ。だから、あ、想像の本質ですねこれ。さあ一応イーシャンテン、魚拓さん3色は崩しましたけどね。村上プロこれチートいつも見えるんだけど、どんな風に始めてたっけ。忘れちゃったよ。片谷さんなんかツモがいいですよ。へー。いや言ってもね、村上先輩、うん、現最高位なのよ。そうですよね。そうなんです。オープニングでも言ったけど、もう麻雀界の顔なんで、はい、そんな人と打てる機会、はい、めったにないんですよ。そうですよね、うん、それ楽しんでください、ね、でもこの1回で勝ったらもう最高位に勝ったって。テンポ入りましたよ、魚拓さん。早い。お、リーチ。魚拓さんがリーチ。魚拓さんがドラの3万待ちで。だから笑ってたのかな。ただ村上、お、とりあえずパーピンの統一落とし。そうですね、もうそれしかないんですよ。赤ピン引きましたね。ダブルリーチだと思いました。お、硬いっすね。そうですね、そんだけなんか浮いてた感じ。なんかみんな最初だから緊張してるんですかね。手堅い。村上はただトンが出たらね、これポンして多分攻め返すと思うんですけどね。すいません、ツイッターしてる人がいるんですけど。手堅いわけだけど、いいじゃん、リーチかけたんだから。え、リーチナウみたいな感じで。リーチナウ。お、あ、リーチナウ入りますね。どうやってたかがね、いまいち分かんないんですよ、最初は。最初、うん、立ち上がりが。立ち上がりどんな会話してたかなっていうね。画面手配が見えないという。さあ伸びていきますよ。伸びていきますよ村上。すごいですね。こうなるとシャアもそうなる。泣いて本一ドラドラ。ダブトンが泣けたらダブトン本一ドラドラでいきなりインパチという形もあるんですけど、ただトンがね。
どこで出るか、両面できた。あ、これでシャーロット・エッジ落とし。ちょっと静かにしとこっか。そうなんですか。うん、でも好対照な2人ですよね。誰と誰？加藤さやと村上最高位は。まあ好対照っちゃ好対照。新婚に別れ。ああ、そういうの。そこ来ましたか。そうですね。そうなんですよ。10月にお別れしました。これね、はい、俺だって共済化っていう、あ、そういう感じなんですか。はい、あ、いや違います、あの、あ、っていうのは僕、はい、そうそう伺ってて、はい、怖いです、めっちゃ怖いです。 なんで別れたんですか。そうなんですよ、ね、いや普通に喋っていいんですか。これみんなで考えて、はい、あ、じゃあみんな知ってんすか。俺は知ってる。そうなんですよ、僕キムさんと加藤沙耶さんで左手、はい、左手、はい、すいません、最高位、はい、すいません、まあ、またおしゃべりに夢中でした、すいません。ほら、そうなっちゃいますね。そうなるんですよ。で、何で別れたかっていう、直接なきっかけがあるんですか。はい、あります。なんか一つあるんですか。はい、オープニングマッチのトイ曲からいきなり飛ばしますね。じゃあ、あれにしよう。さあ、クイズにしてください。村上先輩が、あーともちもち、これで村上上がり、家に帰ってきたら、はい、お子さんがあるセリフを言いました、はい、それによって離婚が確定しました。決めたんですか。まあそうですね、決めたというか。分かった、ね、お子さんは何を言ったでしょう。村上クイズ。クイズしちゃっていいんですかね。当てていいですか。ガチで当てていい。これはお父さんのベッドに違う男の人が寝てたよ。いやだ、そんなのありそうですよ ね、はい、ありそうすね。早く切れよ。ずしゃんてんだ。かわいい。いや確かに超ありそうです、ね、お父さんのベッドに違う男の人が寝てたよ。ファイナルアンサー？いや、違うな、書いていいですか、書いていいですか。書いてもいいですけど、はいはいはい、早くやりながらだ。やりながらだよ。厳しい。この間、まるまるさんと言った何々、美味しかったね。なるほど。この間まるまる、全然知らない。全然知らない男性の名前を言って、なるほど、なるほど、何々さんと言ったご飯がすごく美味しかったから、もう一回食べに行きたいって。なるほど、なるほど。あ、切りました、切りました。はい、はい、木村さん、村上さんが帰ったら、はい、あ、二人目のお父さんだ。やだ。まあ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 。止まってる。ごめんなさいね。ごめんなさいね。これ確かに終電無理っすねこれ。多分。僕もこんな。あ、トンボ。これどうする？あ、泣かない。正解はじゃあ村上最高位から言った方がいいですか。言っていただきましょう。これトン切るのかな。正解はですね、手堅い。まあとりあえずご飯を食べに行きましたと、そこまでは普通の会話だったんですよ。はい、あ、ファミレスに ガストかなんかにね、ガスト行ったよと。で、あ、夜帰ってきたのって言ったら、うん、違うよ、ホテル屋さん行ったって言われました。え、今滑舌悪かったんで聞こえなかったでしょ。ホテル屋さん、ホテル屋さん、ホテル屋さんに行ったよ。ご飯を食べた後にということですね。子供、息子に、え、お母さんがホテル屋さんに、そう、一緒にホテル屋さんに行ったよって言われたんです。はい、それが答えです。ホテル、ホテル屋さんです、ね、え、子供を連れて、まあ、そうなっちゃいますよね。え、怖い、怖いし、それ全然笑い回しなんですよ。全然笑えないでしょ。全然笑えない。全然笑えないでしょ。全然笑えないです。全然笑えないんですよ。笑えないんですよ。この話は。笑えないんですよ。笑えないんですよ。びっくりドンキーなんですよ、本当に。え、びっくりドンキーですよ。本当にびっくりドンキーだったんです。最高位の渾身のギャグだよ。笑えよ。いやいやいや。笑えない。びっくりドンキーなんだよ。笑えないですよね。ホテル屋さんってなんだろうなと思ったんですけど。で、問い詰めたんですか。まあ普通に。な、何？したらすぐ白状しましたけど。あ、行ったよと。ああ、行ったさみたいなね。そうそうそう、開き直り的なやつ食らわされましたよ。どうすか皆さん、どうすか皆さん、これ聞いて麻雀できるかって話なんだよ。それで僕から当たりますか。当たれないし、積もれないですよ。そうでしょ。へえ、そうなんすよ、本当に。加藤さん、早くやれよ。新婚の加藤さんにはちょっと厳しい話でしたけど。厳しいですね。まあ、6年目、手配も厳しいよね、うん、これね、6年目の秋の話です。はい、はい、6年目でですか。天敗脳天ドラマチック、はい、いやダブトンポンだったかなって言ってますね。よいしょ、
珍しく、ちょっと手堅めに言ってましたね、村上は。やっぱり始めたからってあるんですかね。まあそういうのもあるでしょうね。まあ6年後そうならないようにお気をつけください。ちょっとトークの内容がね、こういうしめやかな始まりっていうのも、お葬式から始まりましたね。そう、葬式から盛り上げてください。あ、どうぞ。最高。俺一個気になるのは、その予兆ってあったんですか。予兆ありましたね。あったんですか。はい、ありがとうございます。予兆はですね、なんか LINE をしてましたね、ずっと知らない男の人と。知らない男としてるかどうかって分かんないじゃないですか。いや、なんかさすがにあのと元奥さん友達がいないんで、ってこうどこまで喋っていいんですかね。あの元奥さんあんま友達いないんで、はい、僕大体みんな知ってたんですよ、その こういう関係は。はいはいはい。そしたら突然出てきたよく知らない人が、はい、でなんかお互いに結構携帯をね、なんかもう別に堂々と見せてたんですね、今までは。そうそう、そこまでは、まあ別に仲いいわけじゃないけど、なんか携帯は別に特に隠し事ないしみたいな感じで。何にも聞いてないから。まあそう、最初大事なんですね。ほら、ぐしゃってる、ほら。脇さんが焦らせたらね。そうちょっと、はい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 、ハイパイはまあまあいいですけどね。それで結局、LINE を見せ合ってたのに急に隠すようになったし、なんかちょっとやっぱそう、LINE とか大事なんですね。そう、昔のなんか、なんかキャバ時代のこと電話してくるわみたいな感じで外出したと思ったら、キャバ時代ってなんですか。あ、まあキャバクラやってたんですよね、元奥さんは、ね。へー、まあ、キャバクラで捕まえたってことですよ。綺麗な方なんじゃない。まあ顔は多分まあまあお綺麗だと思うんですけど。へー、はい、加藤さんいつもいいな。そしたら普通に何も思ってねえだろ。電話をしに行くって言いながらなんか1時間ぐらい帰ってこなかったりしたから、おかしいなとか思うじゃないですか。じゃああったんですね。一本場な、これだけ。あ、100点棒、はい、そうなんです。予兆はね、ありまくりでしたね。これ、そう、あ、惜しい、うんうん、こっちですよね。そう、白い、面白いやつです。でも不思議なのは、今一緒に住んでるっぽいですよ。え、なんで？そこが不思議なのよ。そうでしょ。まあ、結局、まあ、浮気した、離婚した、はい、子供連れて出てった、はい、おー、手番だ。まあ、これをやめてるかな。リターンしました。ロワイヤルリターン。リターン。なんか、まあ、簡単に言うと、お別れしてリターンしてきたみたいな感じですかね。要はその彼氏的な人と。そうですね。あ、それでも許しちゃう。そう、そこ、まあ、子供2人がね、めちゃめちゃ可愛いんですよ、うちの子は。まあ、まあ、そうなります、ね。なので、まあ、子供がね、困るわけじゃないですか、これが絶対に。それは嫌なんで。確かにね、向こうの男の人も、はい、いくら好きでも、はい、お子さん2人そうなんですよ。僕は最初からね、ずっとになっちゃうと、なかなかね、どんな解消のある人でもね。でもそれだったらもう初めからさ。はい、そう思うでしょ。そこ責任取れないんだったら。そうなんですよ、真面目な話しちゃうと本当そうなっちゃうんですけど、ねね、なっちゃうんですけど、もうそんなことは百も承知で。そうなんですね。ほら、女子やっぱ感情で動くじゃないですか、計算なしで。そういう人もいる。普通の酒飲みトークじゃないか、これ。手元見てなかったら何か分かんない。もう何だ、走っちゃうタイプの人もいるんで。いや、僕は本当子供をね、怖いから事件とかいっぱい見てるじゃないですか。そうですね、やっぱね、連れ子が新しいお父さんに、あ、よくね、ありがちな、ありがちでしょ、はい、そういうのね。最初からだから大反対したんですよ、そう、絶対行くなよと、うん、にもかかわらず。子供のことを考えて。そうそうそう、だから離婚最初した時に、あの約束としてその男のところには行くなという約束をしたんですよ。だったら離婚してもいいよって言って離婚したのに、まんまと行っちゃったんですよね。そう、しんみりしたでしょ。そう、しかもちょうどモンドの撮影中に LINE が入って、なんかごめん、やっぱ行くわみたいな。何それ、すごい。もう即電話してふざけんなよみたいになって、超大喧嘩、大喧嘩っていうか、もう僕は一方で起こしたんですけど、約束違うじゃないかみたいになって、でそしたら、その時モンドのバトルロイヤルの収録の打ち合わせ中で、もうなんか知んないけど、堀江もさんはいなかったけど、なんかもう森山さんとかめっちゃ待たせてよ、後からすいませんすいませんみたいな涙目で入って、すげえ裏話まで言ってる。すごいですね、下宅さんが一言もさっきまで。すごい、笑えないでしょ、全然笑えないでしょ。なんか切ないですね。そうなんですよ、だから僕が気を勝たせてください。わかりました。わかりましたで終わっちゃいました。とりあえずまとまりましたね。はい、そうなんですよ。言いながら下宅さん漫画テンパってるから。でもうまくいってんですか。うまく、いってんでしょ、多分。うまくいってるかどうかはちょっと、多分ね、一回そういう風になった後一緒に住んで、こうもう何ヶ月も経ってるじゃないですか。そうです、多分ね、このままうまくいきます、皆さん。そうなんですか。僕の経験上。あ、そうか、大先輩ですからね。いろんな意味での経験上、いろんな意味での。そうですよね。まあフリーセックスにしちゃえばいいですよね。
はい、で別に僕もう今誰とでもどうぞって言ってますよ、もちろん、うん、だからその誰とでもこ、はい、お互い好きな人、いや、つらい。いや、だからそういうのはもうないん で、もう夜の営みと一切ないんで。いや、誰も聞いてねえわ。あ、マジですか。最高位、マジですか。どこで喋っていいか分かんない。誰も何にもそこまで深く聞いてないっすよ。もうそろそろなんかお酒が欲しくなってきましたよ。3、はい。さあ、シンドラは？あ、これ両面に変わりますけど、わかんない。村上さんいくつでしたっけ。シンドラなんですね。40です、ね、40でしょ。夜の営みって言わなくね。言わないですか。あ、それで1、6、9万ディリッチですね。おセックス1、またですか、またですか。カンドラはパーティーン。やばい、これ喋りながらだとすごい難しい。しかもこんな内容、すごく難しいっす。話す内容、内容おかしいっすね。まあでも今どっちかというと一方的に聞いてるだけだったからよくないですか。この9万が一発得たリーチ、一発、初、ドラドラ、やだドラドラ乗れば跳ねま、あの乗りましたね、跳ねまんですね。1万2300。やっちまった、やっちまったパン。4統一です。今ここ、いや、でもセオリックに言うとウーマン切りリーチだから6、9万は薄いっていうのもなくはないよ。お、今いい麻雀用語出ました、完全に。麻雀講座。なんでウーマン切りと6、9万が薄いですか。あれはですね、単純に5、7、8って持ってる人はあんまりいないんですよね。なので今みたいに5、6、7、7、8みたいに繋がってると5、5、6、7、7、8みたいに5切りで6球になるんですけど、複合系以外ではならない、ね、だから基本は単純な78はあんまないんですよ。なるほど。ただ今みたいに繋がってると打ち当たってしまうと。そうなんですよね。嬉しいです。まあ、あともう一つは5、7って持っててずっと貫禄で闇転してて、で8引いて8って5ギリリーチだとなりますね。 そっちの方がケースとしては少ないんですけど、何にも分かってないですよ。まあ、今ちょっと今のも入んないですよね。もう泣きそうだもん。本当ですか。早くやれよ。泣くの早いよ。泣くの早すぎるよ。でも辛い時でも笑顔で、そうでした、可愛い顔でって言ってました。でも辛い顔しても可愛いって。あ、じゃあしょうがないです。おめえいい加減にしろよ。100点棒だけしまっていただいていいですか。すいません、100点棒しまってください。すいません、すいません、本当すいません。あー、やばい。やばい。そうですよね。そうなんですよ。あ、また僕怒られちゃう。はい、辛いですね。でもそうですね、まあ辛かったですけど今は割と乗り越えて、まあそうですね。ただね、やっぱ性格は変わんないんでね、めっちゃ切れるんですよね、僕は。全て養ってあげてるにもかかわらず、うん、そういう考え方が悪いんじゃない。そうですね、僕が上みたいな。俺が養ってるとか。そうですね、うん、おっしゃる通りです。多分間違いない。男気が結構強いから、うん、村上先輩クラスは。そうなんすかね。ヘタレだと思うんですけどね、どっちかというと。いや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 、芯は強いっしょ。そんな、いずれそうなんだぜ。いずれ、いや、いずれそうならない人の方が多いと思うんですけど。俺3回離婚してんだよって言っとくけど。知ってます。そうですよね。それがむしろすごい。そう、でもモテますよね、3回も離婚できると。いや、そう、それは3回結婚してるけど、それはすごいですよね。塗り壁ですからね。塗り壁とかじゃねえわ。塗り壁とかじゃねえわ。塗り壁ですからね。さあ、これで急走が出るか、出た時に沖さんがポン点を取るか。思考放棄して塗り壁って繰り返して。あ、取りましたね。これでチュン本一で7700の転敗ですね。結構高いですか。親の満願と一緒で、あ、子供の満願と同じ点数ですから、まあ、これは抜きますよね。怖いよ。何が欲しいですか。あんまり捨て牌が本一っぽくないんですよね、沖さんの捨て牌。あ、これ出た。村上も間に合った。最高位から取りましたよ。早いです。それから終わろう。さっき言えばよかったな。さすがにこれは早すぎます。無理です、無理です。はい、77です。あ、いやー、今のは厳しいけど、ローソーは先にできないからしょうがない。しょうがないぞ。いいよ。これはでも大きなね、上がりになりました。さあ、沖さん連チャンです。あ、ハイパイまたがいい。ドラが何ですね。わお、何、ドラの何は。でもこれ切ってもいいぐらいの形ですね。あと、とりあえずピアンストとパースを切っていくんでしょうかね。あれ、これどうですか、パターンとして。一番この1局目で負けて、うんうん、全然盛り返す。全然ある。今はまだ10回やるんだぜ。そうですよね、うん、
さあ奥さんも迷ってます。でも10回とはいえ打つのは8回です。8回ですよね。あ、そっかそっか。まあでも8回もあればまだまだ。4回目ぐらいから焦り出す感じっすよね。ただ今日誰かが遅刻したんで、あ、10回できない可能性あるんですよ。なるほど。そうっすね。全8回戦の可能性あるんで。なるほど。みんな止まりじゃないですか。は？みんな止まりじゃないですか。今日は、はい、実はね、あの村上先輩と、はい、加藤沙耶さんだけ東京に帰るんですよ。あれ？あ、そうなん。ということはこれ、はは、もう終電間近だと思うんですよ、はいはい、で東京着いたらもう11時とか、そうっすね、なっちゃうんで、この2人が、お、なるほど、これなくはないかな。東京駅の、ね、東京駅のステーションホテルに、はいはいはい、ホテル屋さんに、ホテル屋さんに、はいはい、噂のホテル屋さんになくはないんだよね、これ。なるほど。てかホテル屋さん子供連れてくってすごくないですか。戻った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 。そうだよね。え、今託児所とかついてるんですか、ホテル屋さん。まさかついてない。ついてない。ついてないっすよ。普通のラブなホテルだと思うんで。あ、そう。そうっすね。そうじゃないんじゃないですか。まあ、全然赤ずっと見せないですね。一応赤ドラ1枚ずつ入ってる。普通のじゃないっすよ。そうですね、見えないですもんね。こっち見えないですね。だと思います。なんか向こうのとこ金がなさそうだったんで。やだー。加藤さん今回手がないから。そのね、白泣いていった。これでもじゃあ何切るのか、とりあえず重なったら天パったら何勝負。もうあったんですよ。あったから、いや、ホテル屋さん行っちゃったわけじゃないですか。いや違います、先輩、はい、村上さんは。あ、僕は全然もうだって金持ってなさそうな。いや、だから LINE の内容とかね。あ、なんそれ、なんじゃそれ、なんじゃそれ。最高に比べたらそれはみんな持ってない。そりゃそうっすよね、加藤沙耶さん。そう思わない？そう思います。最高位基準で考えられたら最高位がどんだけすごいか分かるでしょ。年収もそうだし、地位も名誉も。だってプロ野球で言えば一番トップってやっぱ5億。もちろんもちろん、もちろん。ジャイアンツ阿部5億、6億とか。そうでしょ。まあ税金で半分持ってかれるとはいえ、まあそれに近いとはもちろん思いますよ。それは麻雀界の顔なんで。本当当たんないからさ、そんなこと言うんだったら本当やめてください。だってサッカーメッシだっていくらもらってる。メッシいくらもらってると思ってるんですか。メッシ30億もらって、うん、メッシがいきなり出てくるんですか。そうっすよ、最高位っすよ。最高位とメッシだったらなんか最高位の方が強そうっすね。全然強いっすよ。全然強いっす。確かに。で、でどうなん、最高位取ったらまずいくらになるかっすよ。ここが重要でしょ。あ、そこ関係あるんだ。あ、優勝賞金、ね、優勝賞金普通、うん、セリエAとかで勝ったら何十億か。まあそれはチームでもらうんで。なるほど、うん、1人頭にしたらまあ運千万ぐらい、ね、そう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 なりますよね。奥さんにサブローマのテンパイが入ってるんですが、まあ、どう思います。さあいくらでしょう。どれぐらいだったんですか。加藤沙耶さんのローマがちょっと危ないんですけど、ね、最高位を決めるまでにどれぐらいの期間を戦うんですか。あ、まあ約1年間、ね、約1年、まあ、3月からかけて終わるのが11月終わりです ね、 ですね、まあ、ほぼほぼ1年、ね、そう、もうシーズンかけて。でもなったらやっぱり1000万。1000万、はいはいはい。いや少ねえか。いや少ない。将棋だとだって4、5千万とかあるじゃん。そうですよね。へえ、3000万ぐらいですか。3000万、はい、来ました。加藤沙耶さん1億。おー、来たね。あの競輪とかだ。本気で言ってますか。大丈夫ですか。当てに来てないですよね。さあ3000万か1億 か、 うか、はたまたその中間か、ほう、あるいはそれ以上か、ほう。1億以上、答えをどうぞ。いいですか、言っていいんですかこれ。言っちゃダメ。いや全然大丈夫です。大丈夫ですよ。あのちゃんと発表して公になってますから。はい、優勝賞金は100万円です。よっ、微妙な話で最高位になると。あ、これローマ出ちゃうか。大きい、お金ですよ。めちゃめちゃ大きいです。まあ、出ない。めちゃめちゃ大きい。団体のトップが1年かけて戦って100万円はちょっと寂しいですね。まあ、なんなら源泉引かれて90万円です。え、あれ源泉引かれるんですか。はい、す。え、でも賞金なのに。そうですね。そっか、賞金って源泉引かれるんですね。引かれてましたね。引かれるんだ。え、振り込みなんですか。キャッシュなんですか。振り込みっすね。あ、振り込み。はいはい。そっかそっか、はい、止まってますけど。割となんやかんやでやっぱ止まるんですね。僕も止まるわ。止まる。どっかで止まります。どっかで。でもその100万っていうのはね、この3万はどっか、金額じゃないんすよ。まあ、最高位っていうね、うん、名前自体はもうもっと価値ある気がしますけど。めちゃめちゃ価値ありますよ。このサブローマン切らなかったらすごいですけどね。まあ俺の中でだけかもしれないけど。え、
国際スカウター。でも片瀬さんナチュラルにこう会話を楽しんで知ってる感じですもんね。これ見てる人イライラすんだよね。でしょうね。行けよもう。すごいすごい。すごい。なんでだろう。ありますけど。なんでかわからないけどすごい。多分たまたまだとは思うんですけどね。多分一二三を作りたいっていう。さあテンパったサブローマンオナテン。もう来た。でも100万は多分いずれもっと増えますよね。ちなみにダブルオントリプルオンはあるんで、加藤さんピンチです。リーチ。おお椅子マン。三人リーチ。これあれありますよね。今だからいつ今のはまあ気持ち普通っすよ。っていうか普通だよ。村上先輩。誰がみんな誇張してこのサブローマン。そうああ折り切れるのか。折り切れるのかよくわからない。逆に三人リーチだから安全なやつ切らなきゃって言って切らないで済むかもしれないですね。本当二つの現物だ。もうあんまないですからね。考えて考えてはい。どっちに打った方が自分がトップになるかっていうのを考えて最終的にそういうのも考えるんだよ。どっちの方どうせならどっちに甘く打った方がいいとかこっちには辛くとかあるでしょ。全然取ってないんだね。またリーチナウってツイッターしてますよ。もうやだ。早くやってマジで。はい。これダブロンですね。ダブロンはない。ダブロンあります。あるあいやいや俺何も言ってないですよ俺何も言ってないです奥さんがリーチボー取ってください。はい奥さんがリーチボー取って1500は1800そうですね。え、これなくなったらどうなくなったら終わっちゃいますね。飛び終了だから俺は8000そうですねリーチ一発イーペイドラドラあれあと2本しかない。マジっすか。よたくさんそうですねまだ残ってますね。あと2本いやもうダメだ。ここからあるかもしれないの、ね、ここからあるかもしれませんか。ありますかね。ポジティブでいいですね。5100点あるんですよね。はい。ん？よっ。あ、全然大丈夫じゃないですか。まあ、大丈夫言い過ぎだけど。5100点。もう振り込まないで。5100もあります。5100ある。おかしいな。いや入れとこ間違ってます多分。そうそうなんかない気がしたんですよね。あってそれで合ってます多分間違いないです。1100ですよね。これで合ってます。1100点これみんな見れるんだ。そうですね1100点入れる場所によってね変わっちゃうんですよ。青い棒は青いとこに。あこれそうなんですね。はい1100か1100点でも飛ばしても飛び勝負とかないんですよ。飛び勝負とかはないです。それできます。箱下生産はあるんですよね。箱下はあります。チップ2枚じゃないですか。飛ばしチップ2枚とかねえから。えそれ飛んだらあのなんかポイント相当引かれるとかあるんですか。飛んだら1枚ずつ脱いでいかなきゃいけない。あーならならいいんだ。見たいでしょ。全然見たくない。タケノコみたいに入るから。何も出てこないですよ。全然見たくない。さあ村上プロはピンズの一色が見える形ですが、ドラは小さい。キムさん461なのね。461です。はい、あらららら11400差ね。はい、はい、分かりました。ということは4000オール、あ、26オールなら届きますね。まあでもそれしかそれしかないですからね。さすがないですからね。まあ羽根つもできたら最高ですけど、羽根つももはやもしくは終わらせる。ここで終わらせた方が終電で帰る。いやいやいや頑張ろう頑張ります。遅い3秒だからマジで3秒、うん、これあれ、ね、視聴者が心地いいのが 2,3 秒、うん、まあそれは確かに。なるほど。これ選手さんにもっと厳しそうだな。そう1秒だと気持ち早いのよ。追えなかったり、追えなかったりするんで。村上プロはあこれで加藤沙耶さんはカンパピンを引き入れて作動するか。あうおもうそれ頭が混乱してる。遅い待って待たない。わかんないけど旦那に聞けよ電話して。そうテレフォンあるよ。テレフォンテレフォンテレフォンある。旦那全くできないんですよ麻雀が。そうセックスはうまい。うまいでしょ。ちょっか週どれぐらいしてんの。いやいやいやもうそういう早くやれよ。1ヶ月ぐらいそういうのもう恥ずかしい。アイドルだからアイドルだからさっていろいろしてんだろ。まあそうちゃんとねしてんでしょ。ちゃんとはしてますよ。でもラララもうまだ
子供は作んないです。あ、なるほど。そういうことを聞いてんじゃないですか。どれぐらいのペースでするんだって話ですよ。もうそれは新婚並みに。新婚並み、新婚並みってどう。週8ぐらい。ちょっと集中できなくなっちゃうから静かに。週8はないよ。週8か9でしょ。週8、うん、お前ロシア人だ。すげえ。うわー、あーちょっと、いやしょうがないです、しょうがないです。大丈夫、まあまあとりあえずこの回はこれで終わりにしましょう。次行った方が良さそうなんで。でももうそうっすね。あ、さあこれで村上もドラのチーズをまだ切らないとして、そうですね、テンパった時に切るかなというところですか。3万を引いて、まあ両面にするならローマンですけど、この相図の位置に本当はね払った方がいいんですけどね。あの1、2切って3引いたら普通だと痛いじゃないですか。でも今回4、5があるから3引いてもうん大丈夫みたいな。それ先はやっぱ考えなきゃいけないんですね。そうですね。例えば何か切ったら、あの例えば自敗の統一何何って切ったら次 何引いたら痛いじゃないですか。そういうこれ切ったらこれが痛いっていうのを一応考えておくと、あの次の打牌決めやすいですよね。いやいや慣れですよ、麻雀こういうのはもう慣れですね。さあ789789で仕掛けてる沖さん。本当2秒、あ3秒、5秒まではいい。沖さんは一応純ちゃんって分かりますか。純、はい、ちゃんの可能性もあるんでリャンマン残していこうかなと思ったんですけど、多分ドラのチーズを切りたくないんですよね。だ沖さんもう上がればトップ確定できるね、加藤さん飛ばせばいいんで。初め覚えたのはタンヤオとそのチャンタをとりあえず泣いて上がるっていうのを私は麻雀の初めの時に。それにさらに厄介を絡めると。すごい順調だな。さあこれで順ちゃんのテンパイでドラを切った。日級のテンパイですね。やだ、あこの連鎖が来た。魚卓さん切っちゃうか。これで上がりだ。ロン嫌です。順ちゃんのみですけど日級は3500。意外と長い。日級は3500。バザーリアトン三曲三ボンバードラがトンです。でうちの木村は振り込んだり自分がダメになってくると急に喋んなくなるんで、それだけ。オープニングのテンションはどうしたの。全くないですよ、もう今のあの3500振り込みで一切なくなりました、ね。さっきまで余裕だと思ってたのが、はいはい、この話をしてもまるで何も言ってくれないんですよ。ほらそうこうなるんですよ。そうだよとも言ってくれないんですけど、これ無視してください。なるほど、はい。うん、ふんって言ってくれました。さあ沖さんこれ本一も狙えそうですけどね。リャンソーぐらい切るのかなと思うんですが、視聴者が我慢できるのは3秒までです。トンが切った。一番心地よいにはさ5秒まではいいんだよね。いや5秒経ってましたよ。手当てでいくんでしょうね多分。5秒以上ちょっとこの点数とかこっちのことをね、はい、すげえ考えマジでやるとやっぱそうなっちゃう、ね。まあ、俺はこれはマジっすからね。マジです俺全然マジなんですよ。そうっすね。じゃあもう考えちゃいますね。いつもマジっすよね。それで最下位取っちゃうんですよね。知ってます。あ最下位、これの最下位。ロワイヤルは最下位正直もう全然あれでしょうがないよ。それは俺の財力でカバーするからいい。お弁当代は。ジョジョ弁久しぶり、楽しみ、久しぶり楽しみだな。ポンポンしたってことは今日はいっぱい泣きますね。これで本一あれですよ、門谷さんが何でも出してくれると思ってるんですよ。ねえ、なことないっすよ。それでもちょっと思ってるでしょうね。ザルだと。あ、いいとこ引いた。泣く手配は泣く。さすがです。泣かない手配は泣かない。さすがです。これが C2 リーガーのヒッカルの、はい、モットーでございます。おっしゃる通りです、はい。ちゃんと国根さんのいいところと悪いところとちゃんとあれですね、こう取捨選択してますね。そういうことです。まあ多分門澤さんが切るパイ泣けると思ってるんで、それでだと思うんですけど。さあこれでイーシャンテン。私も泣くな、泣かない方がいいって教えられてきました。そうですね、まあ、なんか泣くのが難しいんですよ。だから泣いちゃうとね、そうそう、泣いちゃうとね、役をいっぱい考えたり、うんうん、あとは折りづらくなっちゃう。これでウーマン短期かローマン短期ですね。役がないんでね、初切っちゃうと点数高くなるし、9万プラも入れるし。ウーマン短期、今出たウーマン短期、まあ、赤もありますしね。なんか本当にすごいな。
村上さん今一番強いのって誰だと思うんですか。やっぱ自分ですか。僕よりあの大井さんって人は強いと思いますね。はい、強さの質が違うのよ。まあそれはちょっとあるかもしれないですけど、一緒にでも勉強会とかやるんですけど、これで EP に変えるか。でも同じぐらいの人はいっぱいいますね。石橋、水巻、佐藤清正とか、はい、最高位戦だけでもね。そうそうそうですね。他でもだって太郎さんいるじゃん。そう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 。達也さんいるじゃん。そうそうそう。そうなんですか。大井さんって何がすごいですか。大井代表は、まあ、総合力ですね、いろいろ総合力半端ね。ただ村上先輩、はい、大井代表のツイッターフォローしてたんですよ一瞬。あ、なるほど。キムさん1年半くらい前、1年半前どうしたんだっけ。外しましたね。うざいっすもん、なんか。そうなんですよね。ツイッターツイッター。さあこれで沖さんが26は3500です。はい、はい、すいません。それでオーラスまで行きましたね。さあこれで魚拓さんがトップで、沖さんが、2着目ということで、沖さんは漫画を上がればいいという。はい、別にリプが来るわけじゃないのに外したんですか。はい、結構ザクザクよ。すごい。ツイートのあれじゃないですか、量とか回数とか内容とか。いや僕は全然心地いいというか、別に読みたくなきゃ読まなきゃいいだけじゃないですか。まあ、確かにでもタイムラインがこうズバーって、あ、これ多分加藤さんまだ取ってない。そうですね。はい、4枚。村上の手にドラが3枚、しかも赤があります。この次映るんでね、はい、まずは魚拓さん、まあ、これ軽めの手配ですけど、まあ上がりやめあるんでこれです。これ倍万が積もれば逆転トップなるんで、これは村上逆転ありますね。いや別にます。大井さんの総合力っていうか、こうオタク、そうですね、マージャンオタクなんですよ。すごい、めちゃめちゃマージャンオタクなんで、フォローをもう一回するのかな。本当にそれは尊敬します、ね、多分日本一ですよね。そうですね。あとまあアイドルオタクでもあるんですけどね。ドルオタかつマージャンオタクという、多分そういうとこかな。すごいんですよ、やっぱフォローしてくれてるんだ、ちょっと。なるほど、なるほど。しました。さすがです。キムさんのフォローしてくれてんの。そう、だからしたんですよ、俺。でも外したと。間違っちゃったね。手が滑って。いや全然さっきの話してない。あのなんか魚のプープーみたいな。ああ、そう、あの顔が毎回乗ってるんですね。そう。それは。さあ村上の手がチャンスです。バイマンツモなら逆転トップ。沖さんは、沖さんもちょっと高くしたいんで、ドラを引いたりとか役をつけたりしなきゃいけないんで、すぐは上がれないと思うんですよね。もはやなんか手遅れですよね。なんかね、今本当だからもう喋りまくり、喋、りまくって、あっちの夜の営みの話をさ、週だから8回か9回じゃないかって僕は思ってるんですよ。思ってるんですか。でキムさんは3回だと思って。あ、リアル。先輩は？パイセン的には。まあ週2ぐらいですかね。週 2? いくつだと思ってんすか。30だと思ってます。30っすよ。30だと思ってる。女性の30ってこれからもうすごいじゃないですか。まあそうなんですよね、性欲的には。ああ、そうなんですね。そうなんですよ。ああ、なるほど。で何回ぐらい。そうですね、まあ、3回とか。お、正解が出ましたね。正解出てました。ガチで言うって思わなかったわ。あ、本当ですか。いや、より何恥ずかしがってんだよ。ちょっと面白かったです。3回っつっても、それは旦那が3回なだけじゃん、要は。ああ、まあそういう意味ですね。自分はだよ。そう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 。そこだよ。あの、私すごい思うんですけど、世の中の男性、女性がそういう風に一人でとか思って、多分ないですよ。違う、1回のセックスで何回も行ってんじゃねえの。そう。あ、そういうこと。そういうこと。なるほど、なるほど。そういうことなんですね。あ、さあこれで上がりに。じゃあ、どうします。はい。ああ、これで8000点です。はい。あ、これでトップが沖さんになりましたね。いや、まあまあね。まだ1回目なんでね。1位。うわー、やっぱ最高にすげーわ。まあまだ1回目なんで、もう3着でも。これ誰で見るの。では、はい、対局者の皆さんに感想を伺ってみたいと思います、はい、まず村上プロ、はい、会話が大変でしたね。会話はですね、1戦目から飛ばしてきましたね、まあ、飛ばしたというか、もうあの魚拓さんが全部誘導してくるんですよ。やむなく全てを喋りましたけど、
まあ、ただね、さっき加藤沙耶さんがダブルを打っちゃった時、はいはい、ペロペロって山めくったら僕マンガンツモだったんですよね。あーそうなんですよ、はいはい、実は椅子はピンフのみがなんとあれ一発も打られちゃったんで、まあ惜しかったですね。チャンスはあったかなと思ですね。今のも泣かずに行くのかなと思ったんですけど、まだ1回目なんで。なるほどなるほど、はい、これ泣けばほぼ上がれて、はいはい、一応漫画を奥さんから直撃すると2着なんで。なるほどなるほど、はい、まあ、ただこれ8000点プラスで十分この次につながると思うんで。はい、プロだ、言うことが言うことが素晴らしいです。あ、素晴らしい。当たり前だよ、最高位だ、最高位だ。言うことはプロじゃん、はい、でも死ねって思ってる。さあ、そして加藤沙耶さん、はい、ギリギリ踏みとどまりましたね。とりあえず、あ、でもこれ踏みとどまってもそんなに4位っていうのは変わらないですもんね。まあ、まあそうですね。そうなんです。でもなんか1回目やったことによって緊張がほぐれたと思います。はい、で次回はこっちの実況席なんで、はい、ちょっといろいろ作戦しましょう。お願いします、はい、じゃあよろしくお願いします。お願いします。そして沖さん、はい、お疲れ様でした。お疲れ様でございました。いや最高位半端ねえわ。あー、ただなうまくいけば倍満まで見えるじゃないですか。うまくいけば超マックス、ね、それやっぱ泣くんだなと思って、はい、そういう現実主義的な部分もそうですよ、もちろんやっぱ強えなっていうのを上がり逃すのが最悪、ね、ビビりましたね、この最後の上がりで、これはもう本当にこれトップ取らせてもらえたって感じですね。あ、でもまずは一勝じゃないですか、最高の、まあ、まだ1回目で、まだ1回目ですからね。まあまあまあ、そうそう、幸先よろしいということでね、はい、うちの木村がなんか泣きそうな顔してるんでね。ギョタクさん、はい、なんかもう泣かされてます。テトリス、はいでこうやってテトリスやって遊んでますよ。平成のテロリストとは俺のことっすよ。誰にでも噛みつきますからね。おい梶本、トップから回してくんじゃないのか、俺終わってからなんでそう言ってんだよ。おい違くねえか俺。あ、そういえばそうですよね、トップからっすよね。そうだ、噛みついてきました。本当だ。もう一回最初からやりますか。やり直し、取り直しで。いやーすごいですね、やっちゃいました。ただまあ、まあ、でもね、はい、まさかドラが固まってるとはっていうのもありましたし ね、 そうですね、まあ、2着スタートなんでよしと間違いないです、はい、って感じで、はい、頑張ります。ちなみに村上さんが結構カメラ被ってるんですけど。そうです、ね、申し訳ない、本当にすいません。もう大丈夫ですかこれで。最高位だったら何でもしていい。はい、というわけで、1回戦は沖さんのトップで終了です。はい、おめでとうございます。お疲れ様です。じゃあ4年間セックス1回もしないってこと。いやらしい目で見てるでしょ。割とやっぱ溜まってるんでね。ねえ、というとこですか。あ、でもそれ切ったら当たるよ。わ、村上クイズ。おー、びっくりしました。村上クイズ、やばい。いやー、村上クイズの時間。